わかりました。私そのヤンデレというものになりますどういうものか教え願えませんか何ですかあなたが口にしたのですよヤンデレな女の子が好きとなら私がそのヤンデレな女の子になるほかないではないですか好きなんです そばにいたいんです断られたくらいで諦めるなんてそんなの嫌です私あなたのこと好きなんですから私あなた好みの女の子になります何だってしてあげますだからそんな嫌だなんて言わないでください ありがとうございます。相変わらずお優しいですねあなた <laughs> なんてこれでは新婚さんみたいになってしまいますね <laughs> でもそういう風になりたいです本気です結婚を前提としたお付き合いを私とお願いしますそれでそのヤんでレ というのは何をすればよろしいのでうんうん監禁に拘束…ですかわかりましたやってみますどうですか痛いところはございませんか縛ってみたのですけど はいヤンデレさんはそのようなことをお気になさらないのですかはあですが大切な恋人になるんですもの痛い思いをさせてしまったら嫌ですしそのようなことを私が嫌ですしえっと大丈夫ですか このようなことをして私のことを嫌いになりませんか <laughs> そうですか。ありがとうございます。<laughs> そういう優しいところだい好きです。昔から変わっていませんね。覚えていますか小さな頃、私が公園で遊んでいるところ。 転んで膝をすりむいてそうしたらあなたがああはい続きですねああそうですね思い出話は後になさいましょうたくさんたくさんイチャイチャするのですそれでこの後はどうすれば、うん、他んの女を見ないように。 お頼みすればよいのですねわかりましたうんうんほ他の女の子を見ないでくださいあなたには私がいるのです他の子を見るなんて許しませんよあ,あでも生活上仕方ない部分もありますよね お買い物をしたり自分の前を他の女性が歩いていたり <laughs> そうした部分は仕方がないので私だけを恋人として大切にしてくれればそれでえイアンデレさんはそのようなことを言わないのですかえっと女の人が視界に入っただけでダメそうしたら許さないえでもそれだと日常生活が遅れませんよね うーん分かりました不思議ですけどそういうものだと理解することにしますそれで次はえっと好きな人に媚びを売る女性を見たらその女性をあのそれって普通に刑事事件ですよね 警察に捕まってしまうと思うのですけどえっと他にはうん、うん、好きな方の爪やか髪の毛を集める好きな人を四六時中監視する盗聴器をつける少しでも女の匂いがあったら激しく糾弾するうーん あの別に爪や髪の毛を集めるのはいいのですけどそれで何をするのですか監視や盗聴も私はあなたのことが常に感じられると考えればそこまで悪くはないかなと思いますけどずーっと見張られてると息が詰まりませんか それに、女の匂いがしたら、糾弾するというのも、私、あまり、あなたに、そんなひどいことしたくありませんし、その、されたいとも思いませんし、普通に、幸せに暮らすだけではダメですかイチャイチャしたいです。ぎゅーって抱き合って、 お互いの体をベタベタと触り合って、好きって言ったら、好きだよって言い返して、チュッチュッチューって、キスなんかしちゃって、<laughs> そういうの、お嫌いですか 私はそういうのだい好きです。